モンマテリアル。マテリアルの亀五郎です。マテリアルのあゆみです。亀井ひろです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで今日はですね、9月23日、秋分の日ですよね。はい、そうですね。はい、さあこの秋分の日はどんな日なんでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。今回は海王星の日です。しましたね、海王星。なんか昔言った、なんかここでも紹介したことがあるような気はしますが、はい、1846年の9月23日、ドイツベルリン天文台の、ヨハン・ガレが、望遠鏡を用いて海王星を発見した日となっております。はい、1781年の天王星の発見以降、その軌道がニュートン、天文学に合わないのはその外側にさらに惑星があるためだと考えられていました。そのためいろんな学者が 天王星の軌道の乱れなどをもとに、未知の惑星の大きさや軌道位置を計算しました、そしてフランスのユヴァン・ルヴェルエが計算で、予言した場所にガレにより新しい惑星が発見されました、一方でイギリスのジョン・アダムズもその場所を突き止めていたため、現在ではガレとルベリエ、アダムズは3人とも発見者とされているそうです。ねえ、これがね、すごいな。あのほら、俺ら絶対習ったやん、水金地下木土って解明って覚えてない？そんなリズムでしたっけ？これあれやね、あのゴライオンのあの、エンディングソングがゴライオンやったかな、なんかあのアニメのあのあれ歌詞やってる、水金地下木土天海明、水金地下木土天海明ってあんねん。で俺はそれで覚えてねんけど、ね、土天海王星、天王星、海王星、冥王星やったよね。でところがこれが俺らの何年前か知らんけど、何年か前に、いや実は冥王星より海王星の、冥王星と海王星の位置ちょっとずれてないみたいな話で、これ冥界って言われてるね。だからドッテン冥界って言われてるな。最近はドッテン界やねん。冥は冥は準惑星に落ちたからおんねんけど、離れていって、だから太陽系からだいぶ離れたからちょっと今おれへんねんみたいな。でまた帰ってきはるらしいけど、帰ってきはるらしいけど、そういう扱いになってるらしくて。でもすごいですよね、それを軌道を計算して、この辺に何かあるとかって、ね、おるっていうのね、今ここにおるぞっていう、ね、ルベルエすごいよ、すごい、はい、はい。そしてもう一つ、国生の日。あ、来ましたね。はい、はい、兵庫県淡路市の国生神話のまちづくり実行委員会が制定いたしました、古事記などに掲載されている国生伝承の地、淡路島が国生の島淡路として2016年に日本遺産に認定されたことと、地元のイザナギの神社に、宮崎高千穂神社、島根の出雲神社に伝わる神楽を招き、三大神話神楽祭が行われることなどを PR することが目的です。日付は、国生み、ね、9月29の、語呂合わせから来ておりますということです。9月23、国生みの9月23から来ております。はい、はい、そうなんですよ。でこのね、あのイザナギ神宮っていうのがあるんですけど、要は国生み神話でイザナギの神とイザナミの神が、あの2人で共同作業をして、あのなんか長いなんか柱かなんかをぐるぐる回して、ぐるぐるやったらあの淡路島ができる。そんなあのドロドロの海の中を2人でこう矛かなんかでこうぐるぐる回すの、ほんだらそこに、淡路島が生まれるの。だからイザナギの神とイザナミの神が、あのの子供が淡路島、でそこからあの日本の国ができている。国生み、国を生んだんです2人で、
造作業で、うん、はい、でその伊佐奈神宮で実は、うん、毎年2月11日には建国記念の奉祝記号でのワープロジェクト大使がね、うん、あのまあ伊佐奈神宮大使じゃなくて、ね、平安神宮とかいろんな神宮でやったりはしてるんですけど、宮本さん、はい、やっておりますっていうお話ですね、はい、はい、以上です。はい、ということでですね、今日はですね、このプレゼンありかなしかなんですけど、はい、またリモートで、取材させていただきました。今日はですね、映画難病飛行という映画の、安川勝監督にインタビューをさせていただきました。まあ、難病飛行ってね、名前が示す通りなんですけど、筋ジストロフィーって知ってるかな、これ、これね、あの一般に知られてたり知られてなかったりいろいろするんですけど、あのまあ僕はたまたま知ってたんですけどね、あの筋肉があの徐々にこうなくなっていくというか使えなくなっていく、はい、そういう病気でして、はい、で、まあ昔は20歳まで生きられないとかってよく言われてたみたいなんですけど、まあ、今はそのいろんな機器類が発達したために、20歳よりももっと長く生きられる方もたくさんねいらっしゃる感じなんですけども、でこの難病飛行という、実は本がありまして、その本をもともと書かれたのがこの筋ジストロフィーに実際かかってらっしゃった、影山武さんっていう方なんですけどね、でこの方がなんと安岡監督に、これを映画化してくださいっていうふうに直談判しまして、作られた作品ということなので、まあ、その辺のことも含めてね、詳しくお話を伺っておりますので、まずはインタビューをご覧いただきたいと思います。このプレゼンありかなしかスタート。私に伝えておかなくちゃいけないことがあるの。難しくてよくわからないかもしれないけど、ちゃんと聞いてね。いつもより澄んで見えた雲一つない青空に、その時僕は夢を誓った、叶わない夢と言われても、信じて生きて生きたい最後の 1% を信じて生きて生きたい。たけしの病気はね、筋ジストロフィーって言うんだ。体の筋肉が徐々に衰えていく病気で、つまり はい、それでは映画難病飛行の安川勝監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではまずですね、監督からこの作品がどういう作品かご説明をお願いいたします。はい、この映画難病飛行は筋ジストロフィーという難病を抱えてた影山武さんの半生をですね、彼の小学生時代から養護学校時代、そして、まあ、あの成人するまでをですね描いた映画になってます。そうですよね、これだから実在の方で、まあ、あの残念ながらその映画制作の前段階ぐらいでちょっと亡くなられてるということにはなってるんですけど。そうですね、はい、でその影山武さんを描いたという作品になってるわけなんですけど、はい、これどういう経緯でこのお話になったというか。そうですね、まず彼からある日自分の書いた本難病飛行を映画化してもらえないかっていう話がまずありまして、で正直テーマが重いので筋ジストロフィーという難病自身も私自身も知らなかったので、うん、ちょっとテーマが重いなと思って、正直最初は引き受けるかどうかちょっと悩んではいたんですけれども、はい、でそんな中思い出したのが、あの彼が書いた詩に、彼が書いた詩を見せてもらった時に、うん、彼の詩の中に春の光、春の音っていうタイトルの詩があったんです、うんうん、ちょうどその時僕の映画で
夏の光夏の音っていう映画があったんですけれども、はいはいはい、ちょっとそのそれが上映されてる時に彼の詩を、うん、まあ見せてもらった時に、あ、なんか通じるものがあるかもなって思ったのが、うん、彼自身の描く、まあ、はい、表現と僕の表現が通じるものがもしかしたらあるかもしれないなっていうのがあって、うん、それが一つと、あとまあ僕がまあ障害者を描くときっていうのが、そのあんまりなんか障害者頑張ってるよみたいな、うん、健常者の上から目線での描き方はしたくなかったんですね。なるほど。で、その時に、まあそのことを彼に伝えたら、影山武さん自身も同じような思いを持ってたので、うん、あ、だったらちょっと描きがいがあるかもってちょっと思ったところがあったんですね。なるほど。はい。はい、で、それで彼に、まあ、あと僕が描きたいのは青春映画、基本的には僕は青春映画を描きたいんだよって話を伝えたら、あ、それで、ぜひ、みたいな話になりまして、で、じゃあ、僕の中でも、養護学校の中での青春映画を描けたら、これは確かに描きがいがあるかもしれないなと思って、それで、まあ、引き受けることにしました。はい。そうですよね。なかなかその、なんでしょう、難病ものっていうと、どうしてもね、なんか、こう、かわいそうな人っていう描き方をしてしまいがちで、そうなんですね。そうやってやっぱり見る側もやっぱりすごいストレスを抱えてしまうというか、まあ、決してその、そうなんですね、悪いという意味ではなく、なんかお涙頂戴にどうしても走りがちっていうか、うん、なんかそういうところってあると思うんで。だから、そういう作品がちょっと多かったので、うんうん、で、まあ、ちょっと私はそういうアプローチの作品じゃなくていいかなと思って。まあ、実際お引き受けになられて、これも結構大変だったと思うんですよね。はい、まずその筋ジストロフィーって何ですかみたいな話もあり。まず筋ジストロフィーっていうのはもう僕にとって全然未知の世界だし、はいはい、それに養護学校っていうのも僕は全然知らない世界だったんで、はいはいうん、まずまあまあ、リサーチですね。実際に彼自身が通った養護学校であるとか、うんうん、あと、まあ、今現在の、まあ、筋ジストロフィーの方々に、はい、まあ、いろいろと話を伺ったりとか、はい、あと、まあ、当時の同級生の方に話を伺ったりとか、はい、でもちろん本人にもいろいろと話を伺ってはいるんですけれども、うん、それができたのが、当然、最初の頃はちょっとそういう話もよくできてたんですけれども、うん、彼がちょうど撮影開始直前に亡くなられたので、はい、どうしてもその辺は本人からの話をちょっとあまり聞くことができてなくて、うん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 、どうしてもね、まあ、当時の先生であるとか、うん、そうですね、当時の先生からいろいろ話聞きましたね、はいはい、とか、うん、いう、まあ、養護学校がどういうものであるか、筋ジストロフィーがどういうものであるかっていうのを、まあまあ、うん、はい。そういうふうに、まずはしっかりリサーチするところから始めました、ね。はい、あれなんですよね。その、養護学校もかなり様変わりしていて、で、筋ジストロフィーっていう病気に対する状況っていうのも、影山さんの高校時代とかとは、だいぶ様変わりしてるっていうことなんですよね。そうなんですよ。その、このリサーチして実際に、彼が行った養護学校にも、当然、はい、いろいろと伺って話を聞いたんですけれども、はい、今の養護学校と彼が通ってた養護学校の雰囲気っていうのが、もう全く違うんですよね。今、当時彼が行ってた養護学校、うん、ほとんど車椅子の人がまずいないんですよね。車椅子の人がいなくて、はい、また、筋ジストロフィーの方もあんまり今は、そこにいてないんですね。はい、はい、はい。はい。なので、まあ、もう、校舎はまあ、一応残ってる。教室は残ってるんですけれども、はい、もう雰囲気ガラッと変わっちゃってて。うん、うん、うん。なので、その辺も、また結局、当時の様子を、うん、まあ、当時の先生から聞くなりして、実物を見るっていうのはちょっとできなかったですね。だからかなりこう、想像しながら再現していくみたいな。そうですね。はい。だいぶ、想像しながらやりましたね。はい。はい、まあ、これ、補足しておくと、状況として、筋ジストロフィーの方って、どうしても、呼吸困難になったりとか、いろいろ、ある場合があるので、人工呼吸器というか、そういう装置が、やっぱないといけないということで、入院ということだったのが、今はそれが、だいぶ保険適用か何かで、
レンタル料が安くなったので家庭でも対応できるようになったっていうことで、うん、あまり病院にいないっていうか、ご家庭で、まあ、あのご家庭で結構、うん、ご家庭におられる方多いみたいですね今は。ね、ね、そのまた人工呼吸器も小型化して家庭に置けるようなサイズになってるみたいですし、うん、はい、はい、まあ、その辺がテクノロジーの進歩でだいぶ変わっちゃったっていう。そうですね、はい、まあ、それだけにその当時を知る人を探していろいろと聞かなきゃいけないしそうなんですよ、本当当時の様子がねなかなか再現が難しくて、うんうん、はい、うん、まあ、そんな中で苦労して、ね、まあ、まあ苦労っていうかね、まあ、でも映画ってもう苦労の連続なんでそれで完成して、まあ、今回、上映されるという難病飛行ということなんですが、はい、お時間そろそろ来ましたので、はい、最後にですね監督から、はい、見てらっしゃる方にメッセージをお願いいたします。映画難病飛行、この筋ディストロフィーの方を、まあ、描いた作品なんですけれども、彼ら彼女たちの生き生きしたね生活ぶり、まあ、皆さんと同じような生活ぶりであるようなところをぜひね知っていただければと思います。そして、まあ、養護学校にはやっぱりその養護学校なりの青春があり、そしてまた筋ストロフィーの方であってもなんでしょう、結構ね皆さん何もできないとかって思ったりしがちなんですよ。結構いろんなことをね挑戦されてます。実際まあ、映画の中でも、まあ、ラジコンカーを駆使して楽しんだりとかですね、そんなこともしてます。はい、きっと今まで皆さんが難病っていうとネガティブな要素しか思い浮かばないかもしれませんけれども、決してそれだけじゃないなんというか楽しんでるようなところも全然あるんだよっていうのをぜひね知っていただければと思います。はい、で一応私と影山さんとで話をしたのが、この映画で表現したいのは、ま、私とというか、ま、影山さんからですね私に言っていただいたのは、ぜひ希望を描いてくださいっていうのを僕に言っていただきました。ぜひねこの映画難病飛行を、ご覧になってですね、何か希望を抱けるようなことがあればと思いますので、ぜひ映画館へ足を運んでいただければと思います。よろしくお願いします。はい、そうですね、まあ僕たちがその難病っていう言葉でその想像する世界とは、全く違う世界が本人の皆さん当事者の皆さんの中にはあってですね、まあ、それがまあ、この映画の中でどう表現されてるかっていうところをぜひまた見に行っていただければなというふうに思いますね。はい、ということで今日はですね映画難病飛行の安岡勝監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。希望、いや希望ですよ、本当希望ですよ。だからなんていうかな、そのまあ僕らでもほら当然ながらその怪我してちょっと僕も入院したことありますしね、で入院した時に初めてねその健康の大切さって知るんですよ、うん、そのなんか自由に動けるってすごいいいことなんやなと思うんですけど、それが逆の場合で自由に動くことができない人たちは一体どういう生活をしていて、うん、でその人たちの中での希望とか青春って何っていうのを、まあ、描いてるということなんですよね、うん、はい、だからまあ本当にねすごい苦労して再現されていて、うん、なんて言ったらいいんですかね、もう動けない人たちが基本ですからね、こんな自由に手なんか動かせないから、絵描くのもすごい絵描く人とかもあるんですけどね、先生鉛筆描いてくださいとか、ああそうか、自分で描いられないから、でこう固定してもらってこう書いて、あ先生色変えてくださいとかいう感じでこう変えてもらってるっていう世界なんですよ、うんうん、だからでもそんな中でも一生懸命絵描いたりとか、うんうん、自分のやりたいことをやってる。あと安岡監督の話の中にもありましたレーシング、ラジコンカーのレーシング、これがすごい楽しみやったらしくて、う
それがすごい燃えてたらしいですよ、うん、でこのシーンも再現されてます、うん、はい、まあ、その辺なんかをねぜひ見ていただいて予告編では小学生編ばっかりなんですけど、うん、実際に養護学校要は高校とか、うん、それから、高校卒業して二十歳ぐらいのところの人たちはまだ役者さんがちょっと変わったりとかして、はい、お母さん一緒なんですけどね、まあ、お母さん変わっちゃったらあれなんで、うん、お母さん一緒なんですけどお母さんお父さんとか、まあ、ね、青年編の方には、お父さんは出てこないけどお母さんしか出てこないんですけど、あ、まあ、基本的には、同じライン上で頑張ってるっていう流れになってますので、ぜひ、その辺もね、見ていただければと思います。はい、はい、でこの難病飛行がですね、今日ですね9月23日よりシネヌーボ、うん、とそれから9月29日よりシネピピア、うん、宝塚のね、うん、はい、この2巻で、この日程で上映されますので、うん、ぜひですね見に行っていただければ。で安岡監督の、あとキャストの方の舞台挨拶もですね、あるそうなので、またその辺ね、日程確認して行っていただければと思います。はい、はい、あ、そう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 、でもう一個これだけは一応丸バツの前に言っとこうかなと思うんですけど、うん、あれなんですよ、その何人工呼吸器の話でしょ、うん、あれね昔その影山さんが高校生とか養護学校行ってた時は機械も大きかったっていうせいはあるんだけど、うん、借りるのにレンタルするのに1日30万かかったらしい、うん、ほう、30万、1日30万10日で300万円、うん、保険適用1000円かかると。で今は機械もちっちゃくなって、うん、で保険適用とかいろいろのがあって、うん、1ヶ月で3万ぐらい、ね、うん、全然違うね、うん、だからみんな養護学校とかその病院専門病院に入るんじゃなくて、うん、自宅療養で行けてるらしいですね、うん、はい、なので本当に筋ジストロフィーのそのに関する、まあ、難病なんですけど難病指定も受けてるんで、うんうん、その研究やらその、その生活の状況やらというのはだいぶ変わった、うん、まあ実際ほら映画の中ではねまだこの自分でこうくるくるやる、うん、あれなんですよね、うん、車椅子なんですよね、うん、でももう今やほとんどが電動ですから、ね、うん、はい、でほんのちょっとの力で動かせる電動の車椅子とかで生活されてたりとかするんで、うん、その辺からしても全く違う、うんうん、だから今養護学校にほとんど筋ジストロフィーの人はいないということらしいですね、うん、はい、はい、ということでございます。では、はい、いきましょうか。はい、はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、いけますか、はい、はい、いきますよ、はい、このプレゼンありかなしか判定。丸でございます。はい。決め手は。うん、やっぱりまあまあその難病をこう描くっていう難しさっていうか、うんうん、難しいですよね。で僕らほら撮ってるやん、作ってる人でもあるやんか。もうね、間違えれない。そうなんですよ。うん、でね見てたらねやっぱねうわこれ苦労してるよねって分かる絵になってるんですよね、うん、カメラのセッティングの仕方からその役者さんの位置関係までね、うんうんうん、やっぱりなかなか大変だと思います。あれは本当にやっぱ、ね、伝えるところそのやっぱりその病気になった人しか分かんない苦労っていうのがどうやって伝えようかなって一番難しいところかなと思うんで、そういうところですよね、うんうん、そしてそれの上で青春っていうのを描きたかったっていう磯川監督のその青春への思いがどういうふうに描かれてるのかっていうのはちょっとぜひ映画館で確認していただければなと思います。はい、ということで今日は映画難病飛行の磯川雅治監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。はい、それでは次あゆみ。はい、お店の情報
情報です、はい、本日ですね23日はトラベルハイムービージャムセルフということで、はい、谷川健監督の短編映像上映となっております。はい、そうですね、はい、はいはい、ぜひぜひ皆様お越しください。うん、料金の方が1800円で、当日が2000円となっております。両方とも、ワンオーダー制となっております。予約したら1800円、そうです、はい、前売りが、うん、はい、1800円、はい、はい、当日が2000円、はい、両方ともワンオーダーとなっておりますので、はい、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。アフタートークございます。監督、ね、いらっしゃっておりますので、はい、ぜひお話も、ね、たくさんしてますのでお越しください。下野監督とね、掛け合いでやっていただきたいと思います。はい、そして24日が下野監督の上町ゴールデンアワーというスリーとなっております、はい、うん、はい、料金が2500円ワンドリンク付きです。はい、お時間が18時スタートになります。うん、はい、ちょっと、いつもね、ちょっと平日とかにやってて、もうちょっと遅い時間から開始なんですが、はい、今回は日曜日の、はい、音楽ライブイベントになりますので、はい、18時スタートになりますので、時間を間違いないようにお越しくださいませ。はい、そして9月の27、28は、うん、マテリアル演劇シアターです。はい、来ましたね、はい、来ました。19時30分スタートで料金が1000円プラスワンオーダー制となっております。はい、うん、内容はこの後詳しくお話しします。はい、なるほど。はい、はい、そして、はい、10月の、イベントが、うん、ラクダのライブがございます。はい、はい、20日金曜日に、うん、行います。はい、料金が2500円、ワンドリンク付きとなっております。毎回ね、はい、ものすごい満席ですね。今ならまだ間に合います、はい、と思います、うん、はい、お問い合わせくださいませ。はい、はい、お時間が20時30分スタートで、18時オープンとなっております。はい、まあ、ゆっくりね、セ、うん、ッティングの模様も見ていただいてとかもねしますので、ぜひ皆様お越しくださいませ。はい、はい、そして、カバの日ですね。うん、カバの日が9月、10月、はい、9月はもう次が25ですね。はい、はい、明日、明後日25日、はい、カバの日、9月第4月曜日となっております。はい、そして10月も第2第4月曜日上映いたしますので、はい、ぜひぜひ皆様お越しください。あと3回です、ね、はい、あっという間1年間、ね、はい、うん、ますので、料金が1500円で19時スタートになりますので、はい、はい、お越しくださいませ。はい、はいはい、そして10月から、インボイス制度、はい、導入のため、上映料金とかが、外税ね、はい、はい、まあ、1000円やったら1100円ですし、はい、1500円やったら、1650円になりますよっていう、はい、はい、その場で計算しますから大丈夫ですって感じですけど、はい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 、なっておりますので、ドリンクは外税、外税ね、そうね、500円やったら550円ですし、はい、と、はい、いう感じでございます。はい、はい、お願いいたします。はい、はい、お店の情報は以上です。はい、はい、では行きます。今日のゲットをグッチョイしたいと思います。はい、27日の、水曜日の上映は、はい、オリゴ糖さんのシンドバッドの渚、はい、めっちゃねタイトルで気になるけど、うん、俺渚のシンドバッドって言いたいんだけどそうですね、言いそうになっちゃう、うん、はい、で28日の、はい、上映が特命劇団のかけてもいいけどです、はいはい、うん、はい、まずはね、オリゴ糖さんの、シンドバッドの渚、はい、はい、解説がオリゴ糖は結成より30周年を迎えます。おお、そんな長い、はい、すごい。今回記念公演として関西小劇場で活躍するバラエティ豊かな面々を、客演にお迎えして、一夜、千夜一夜の夢のような公演を開催いたします。だからシンドバッド、はい、はい、まさにタイトルはまさにシンドバッドの渚、うん、千夜一夜の物語をベースにオリゴ糖らしさを前回のお芝居前回のお芝居をお届けいたしますという。これ何年のやつですか？2022年です。今日、去年、あ、去年、去年、去年が30周年、なるほど、なるほど、2022年で、はい、芸術創造館で公演をされた作品となっております。うん、はい、はい、うん、で、この後にまた本公演が2023年の分がある、うん、なるほど、なるほど、それはまたちょっと置いておいて、
はいはいはい、大体今あのマテリアル演劇シアターの名前はちゃんと決めていて、うん、でまああの公演、うん、公演間際の、うん劇団さんの作品を買って、なるほどなるほどなるほど、はいはいはい、それでねまたその公演見に行きたくなるような感じでやりたいなっていうのが、ねね、一応まあそういうテーマでやらせてもらってるんですけども、うん、はい、まあまあこういうご入党さんの内容はそんな感じです、はい、そんな感じです、はいはい、ます、はい、そして28日の匿名劇団はかけてもいいけど、うんうん、はいはい、うん、どんなことでも掛け事にして遊ぶギャンブルグループがいる。なるほど、はい、SNS で出会った彼らは何もかもを、爆打ちに変える、コインが裏か表か、うん、明日は晴れか雨か、うん、テレビをつけた瞬間に誰が映っているかとかね、かけるもんはお金や時間、権利、体、同意が あれば何だって、うん、イカサマもバレなければ OK、うん、あいつがイカサマをしているかどうか だって家計の対象になる。今夜もパーティーがある。まず次に扉を開けて現れるのは男か女か家計ようじゃないかっていう内容、説明内容となっております。はい、まあ、確かにね、うん、何でもね、掛け事できるっちゃできますよ、はい、これ2021年の3月に公演された作品で、うん、はい、ヘップホールで上演しておりました。面白いな、内容、なんかこういうね、内容聞くだけでも面白いなって、うん、ね、面白そうですよね、ちょっとした発想ですよね、うん、こういうのは、まあ、あるようでないようでみたいな、またその、お芝居で、ね、生でこう見るのも面白いんやろうなって思いますけどね。で、まあ、ここで、ね、演劇映像としてご覧いただけるので、まあ、映像で見てね、まあ、また生を見たくなるって、そうです、絶対出てくるね、はい、はいはい、ちょっとアップとかにしてて、はいはいはい、ずっとね、こう舞台を見てるのはまだちょっと違う、うんうんうん、で映画ともちょっとまた違う、そうなんですよね、だからね、あのほら舞台と、まあ、僕らはほら映画を作るじゃないですか、うん、そうするとここを見てほしいってところ夜、うん、ね、うん、ね、あの切り取る、うん、わけですよね、でそうなんだけど舞台見ると今度、ごめんなさい、どこ見たいんでしょうかって、うん、なるんだけど、うん、でもそれをやっぱり芝居をやってらっしゃるその役者さんが、うん、私ですよっていう、うん、セリフの言い方をしてみたり、うん、あるいは演出家がそのライトを当てるとか ね、うん、あのいろんな形でそのアップにしてくれてるんですよね、うんうん、だからこの意識をどこへこう持っていくかっていうのがまたあの演劇は演劇の見方の面白さではあるんですけどね、はい、逆にあのそのメインがここでグーって芝居してるのにこの辺でなんかしょうもないことやってるやつとかちょっともう悪目立ちしたり、そう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 、うん、そういうのもねあると面白いですけどね、はい、生でならではの、はい、感じです、はい、はい、しかもね、うん、演劇映像ね、本当にチケット買ったらね、うん、3500円とかね、うん、結構高くなってきますから、ね、もっともっとするやつも、うん、演劇映像では1000円で見れます、ね、プラスワンオーダーで見れますので気軽にね、まずは来ていただいて、うん、本公演も見に行ってほしいなと思います、うん、はい、はい、ということで今日は、マテリアル演劇シアター、はい、はい、ということですね、はい、はい、ということで今日のグッドボーイでした、はい、ということでエンディングでございますが、はい、なんと23日ですよ、あと1回ですよ、9月も、はい、早いね、ほんとね、なんかもうこの間、ついこの間なんかほら、あの八尾の友のロケ地歩きをしたのが年末31日ですよ、はい、で今年始まりましたね言うてたと思ったらもうなんか9月の終わりを迎えようとしてるね、はい、そして私はもうすぐ53っていう感じなんですけどね、はい、という謎の言葉を残して今日は終わりたいと思います、はい、ということで今日はもうありがとうございました、また来週。